今回はリモコンの鍵の電池がなくなってきた時の電池交換方法をご説明させていただきます。鍵が通常通り使えられている場合は、ボタンを押した場合にこちらに赤いランプが点滅します。しかし電池がなくなってくるとこれが点滅しませんので、その場合は電池交換のサインとなります。前もってご準備いただくのは、交換用の電池と、念のためマイナスとプラスのドライバーと保護用の布をご準備いただければいいかと思います。そして電池交換方法なんですけれども、こちらの内蔵の鍵がついておりますので、これをレバーでスライドさせていただいて鍵を抜いてください。で、同じくこのレバーをもう一度スライドしていただいて、この D マークを横にスライドしていただければ蓋が開きます。で、今回はネジがついてなかったので、蓋が手で開けれますけれども、これがネジ式になっている場合もありますので、念のためドライバーをご準備いただいたらいいかと思います。で、あとは中の電池を取り出していただいて、電池交換をしていただきます。この場合結構簡単に変えれますけれどもね。あとはまた元に戻す場合に、蓋が外れないようにきっちりはめていただいて、で、また元に戻していただくと。で、内蔵の鍵もまた元に戻してください。で、これで交換が終了となります。